スーパーストリートファイター 2X。 1997年9月18日発売、セガサターン版と1997年10月23日少し遅く発売されたプレイステーション版、違いはあるのか比べていきましょう。それでは動画スタート。それではね、オープニング比較いきましょう。今回は、今はオープニング比較なんで、とりあえず処理はカットさせていただきました。セガサターンプレイステーション、はい、カプコンからいきますよ。ここら辺は違いはほとんどないですかね。発色はちょっと違います。ここも違いますね。あのセガサタン版炎なんですが、プレイステーション版違います。スピードもね、若干違ったんですよ。それでは処理速度、まずは起動スピードからいきましょう。さあ、どちらが速い。さっきね、ちょっとオープニング見てもらったんですが、ここでも差が現れます。だいぶね、この起動スピードも違いますよ。セガサタン、もうカプコン来ました。じゃん、プレイステーション、今読み込んでおります。じゃん、はい、26秒73、セガサタン版26秒73、プレイステーション版はまだ来ない、まだ来ない。あ、結構10秒今以上差がつきましたね。ローディング入りました。ローディング、はい、来ました。46秒ですね、ほぼ20秒差。さあ次行きましょう。それではね、タイトルまで、タイトル選択してから、そっからね、どんぐらい差が出るのでしょう。さあ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 、ローディングはプレイステーションの方が早い？しかしここで巻き返せるか、セガサターン。あ、もう一回ローディング入ったぞ、プレイステーション。セガサターン、そのまま逃げ切れるの？あ、逃げ切った、来ました、17秒。プレイステーション19秒26。約1秒差ですね。2秒差か、約。ちょっとした差だけど、この差が大きい。さあ次行きましょう。キャラを選択してからの処理速度、さあこちら先頭までね、どのぐらい差が出るのでしょう。さあ行きましょう、スタート。さあ、はい、うわ早い、やはりここはセガサタン早い。さあローディング中入っております。両方ローディング、ローディング2回ロードするな、プレイステーション。何かやっぱりハードのあれなんですかね。な、はい、来ました。23秒85、プレイステーション25秒63、約ここもやはりちょっと2秒差ぐらいですね。ちょっとずつね、ちょっとずつですが差が出ております。最後、勝利してからの処理速度の差いきましょう。それではね、さあここで画面が暗くなってからスタート、ローディング入ります。セガサターンプレイステーション遅れてローディング。さあガイルボコボコ、はい、こちらの方もガイルボコボコ、はい、エドモンド本が出ました。ジャパン、結構暗い、あ、ここでローディング入るんだ。はい、フェイロン、はい、エドモンド本だ、フォンダ。さあ明らかにサターンの方が早い、これは明らかにサタンの方が早いですね。はい、サタン版32秒75。さあプレイステーションは、さあどれぐらい来ました。はい、41秒60、約 8.85 差、約ね9秒差ですね。いやー、こんなに違うんだ。なんでね、プレイした感じではかなりあのセガサターンの方がやっぱり速く感じます。この積み重ねですからね、ロード。それではね、次ステージとキャラの比較いきましょう。さあまずはザンギエフステージいきましょう。ここら辺の処理はカットしております。まずはセガサターン版、はい、プレイステーション赤パンツ、昇竜拳、
はい、同時ヒットトップ。気づいたことがありましたらコメントよろしくお願いします。あ、消火栓がなかったとさっき。ということでザンギフ勝ちました。さあ、サンダーフォーク2メートル超え。さあさあ、これともちょっと違いがあるのかな。まずはセガサターンバン。負けが終わり一緒。それでは DJ いきましょう。ジャマイカ。あの実写版だったらなんか大幹部でしたよね DJ。 Round 1 Fight。はい、同時。さあ、どしどし行きましょう。ガイルステージは違いはあるのか。セガサターンバン。カンカンの数とかちょっとそこら辺見てみてください。パターン版ガイルのソニックブームが 2発出るらしいですね。画面に残ってても出るらしいです、ソニックブームが。それでは次のキャラクターはエドモンド・ホンダ。さあ次はブランカ自然ジップジミー。さあ、キャミンステージは？Round 1 Fight!
燃えたらでかくなるキャミン。さあ、中2ステージはどうなってんの？ Round 1 Fight!さあ、フェイロン、行きましょう。ラウンド1ファイト。ラウンド1ファイト。ダルシム、ヨガ、ヨガの戦士、ダルシム。さあ、剣マスター行きましょう。剣政治の違いは、さあ、ここから視点の入ります。マイク・バイソン、ラウンド1ファイト。さあ、バルログ戦士行きましょう。金網落ちてくるよ。Woo!
それでは下がっていきましょう。ラウンド1ファイト。さあ、ラスボスベガ行きましょう。ラウンド1ファイト。はい、ということでね、今回はセガサターン版とプレイステーション版のストリートファイターコレクションの方を比較しました。タイトルの方はね、スーパーストリートファイター 2X でした。起動スピードはやはりね、セガサターン版の方が速かったです。で、ガイルとかね、あのソニックブームがこう2発出せるバグとかを修正したのがプレイステーション2版なんで、まあどっちはまあどっちが好みかって言ったら好みの方を選んでください。でもね、セガサタン版の方なんかね、やはりねロードが早いので、そちらの方がやりやすいかなって正直個人的には思います。ということで、今回の動画はここまで。またいろいろ作っていくので、そちらもよろしくお願いします。それではまた次回別の動画でお会いしましょう。それではバイチャー。